皆さんどうもこんにちは。釣り YouTuber の岩田治郎です。そしてウルフ北川です。アグノムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、アルティメットコロシアムプレリリースが実装されまして当日となっております。さあ、まだまだね、本実装まで1週間もないぐらいですけども、今回は岩田治郎がね、タイガー桜井の代わりにデッキの方を紹介していきたいと思うんですけども、その前に、まずはやっぱり僕の100パック、皆さんに見ていただきたい。見ていただきたい。そうです。結構引きなんですか。いやー、ほんと見ていただきたい。それではまずはレジェンドカードからこちらです。さあということでね、合計枚数としては10枚なので下振れです。ちょっと下振れぐらいですかね。下振れですね。下振れですよ。しかも見てくださいよ、ゴッコロが2枚。いいじゃないですか。俺羨ましいですけど、 S ランクのね、俺ゴッコロ使いたかったです。引けなかったですもん。でもゴッコロって別にキーカードじゃないですか。まあそうですね。キーカードがあんま引けてない。そうなんですよ。そうなんですよ。なんでちょっとどうしようかなと思ってちょっと引退考えましたね。そう、引退まだプレリリースの段階ですよ、まだ。さあまああとはテンポラリーをね、このカヤとクオンに決めたんですけど、まあとりあえずね、ゴールドレアも見ていただきましょうか。さあゴールドレアがこんな感じ。なんかバランスよく出てますね。そうっすね。バランスよく出てますね。ちょっとプレミアが目立つかなみたいな祈り、この先導車闘技場のプレミアもすげえ。宮古2枚光ってる。本当だ、めっちゃいい。これすごいでしょ。プレミアが結構目立つ。てか引けてないやつはないんだよな、改めて見ると。本当だ、すごっ。こんなことめっちゃ光ってる。なんでこれゴールド光ってるんですか。なんかね、すごい光ってる。すごい光ってるね。あれも出ました、ゴールドの何でしたっけ、リーダースキンであったじゃないですか、2種類。ああそう、これね出ましたよ。強化出ちゃいました。かわいい。はいといった感じで、まあちょっとね、こいつが4枚っていうのがね D ランクまあいいじゃない。こいつ4枚っていうのがね、ちょっとその分レジェンドに行ってほしかったんですけども、まあこの中からデッキ作ってきたんで、そちらを紹介していきたいと思います。お願いします。こちらです。さあ私が作ってきたのは式神ウィッチ。見たかったやつだ、これ。気になってた。岩田さん、事前評価でも高かったですもんね、式神。そうですね、一番触りたいと思っていたデッキで、まあクオン自体がね1枚しか引けなくて、テンポラリーで増やして2枚、ちょっとね不本意なんですけども、まあ3枚絶対ね確定で入れなきゃいけないわけだと思うんですけども、まあ他、あとあれですね、こいつも3枚引けてたんで、まあもう式神ウィッチぐらいしか作るもんないなと思ったんで、今回こいつにしました。もう割とオーソドックスな、もう式神カードを詰め込んだタイプになりますね。あと強化がね2枚ありますし、やっぱマナカーブがあれですね、こうグイってなってますね。こう確かにそうですね、やっぱスペルブーストしてなんぼっていう感じですかね。他はなんだろうな、悪役とかデストロイヤーとか入ってるんですね。ちょっとデストロイヤーはアグノムさんが強い、入れてたら強いかもしれないっていう話を聞いたんで、式神ウィッチね、やっぱり今日めっちゃ当たるんですよ。人気でフレームデストロイヤーを結構 6T とか 7T とかに出されて、しかもクオンとセットで出されると取れない。それやばいですね。すごい裏フレームデストロイヤー、強振者とかの失踪もいいんですけど、ボードがなんかそこまで強くないんで割と返しちゃったりとか、デストロイヤーはねほんと返せないから、それでなんか押す方がなんか対面しててすげえ嫌だったんですよね。でもそんなにスペルブーストされるもんなんですか。これすごいですよ、意外と。最初からやっぱクオンは手札にないと。ああまあ15ですからね、元が。連鎖するんですよね、クオンは。もうすごいスペルしますし、なんかずっと一生スペブし続けてるんで、デストロイヤーはなんかその式紙で回してる段階で結構下がっていくみたいなイメージですね。ただね、ちょっと回してて思ったのがやっぱ5ターン目のこいつのスタッツの弱さ、まあ本体がね進化したのサンサンスもこいつがそう3面並ぶんですけど、うまくなんかこいつも残ってやったら結構そのままペース握れるんですけど、まあなかなか三々で上からって取れないですよね。そうなんですよね。で進化させても取れなかったり、だから違う選択肢になって余計にそのスペルブーストを持ったやつをドローできてないみたいな状態で悪循環になっちゃうみたいなことはよく感じましたね。まあとりあえずそんな感じで1回回しましょうか。そうですね、見てみたいですね。はい、さあということでロイヤル、おロイヤル珍しい、初めて踊ったかも。何ロイヤルだ、何ロイヤルですかね。気になる気になる。まあやっぱりマリガンはね、はい、クオンクオン全力とお、しかもめっちゃいい。これ理想ムーブきたぞ。123見えてますね。見えてる。やば、これはやばい。熱い。挨拶しちゃう。さて、おお、これいいぞ。強気、強気取っとけば。その次ゴーレムの連戦。強テクだ。テク来てる。京香ちゃんが来れば完璧ですね。京香来たらやばいな。そう、終わるんですか、わかんないな。お悩む。ただワルツ取れなくなっちゃうんで、ゴーレムかな一旦。あ、そうですね。はい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 、いいよいいよ。空いてる、空いてる。23でかいですね。こっちの方がでかい、ただこっちの方がでかい。おお、やばやば。そしていく、これで一旦、これマジでやばい。すごい。あとはちょっとね、今日一のムーブかもしれない。こっからだと事故らせないのがやっぱ大事ですね。とはつながれば、ただやっぱり弱点としてはドロシーと違ってドローソースは回復しないじゃないですか、その手札で。なんでクオン出しただけじゃダメなんですよね。なんですごいカオスウィザードとかも入れてるみたいな。カオスウィザード、おおきたね。できる。一回じゃあ知恵から入って、もう一知恵。ああ、すぎだと思う。悪くないですね。悪くないですよ。これはもう進化させて、じゃあ両ジョリ。そうですね、上からジョリジョリ。どうした安野さん、ジョリジョリっす、ジョリジョリっす。ひげは剃りましょうね。最近ね、脱毛を考えてるんでドキッときました。結構脱毛する人多いよね。ひげね、僕あんま似合わないんで、意外と伸ばしたら似合うんじゃないですか。似合わないっす。年取ったら大丈夫で似合うようになるんだよ。岩田さんいつからひげ伸ばしてるんですか。でも20後半ぐらいかな。ああ、じゃあそろそろ大人ぶりたくなってひげを生やし始めました。じゃあ脱毛ちょっとお預けにしとこうかな。そうですね、脱毛すると選択肢がなくなるってことだから。そうですね、一生生えなくなっちゃうんですか。まあそれでもなんか生えてくるんだけどね。もうやー、これ進化ロイヤルか。進化ロイヤルっぽいっすね。あんまりじゃあゆっくりしてるとなんかデウスとか来ちゃうようなペコリーヌとか終盤やばそうですね。さあ進化して、なるほど、もう出していくよ。これもうリオードが勝つじゃないみたいな認識なんですね。そうですね、すげえ。おお、一旦、あ、でもフレームデストレイヤーまで一応いける。でもカオスウィザードで進化切りたいですよね。一回行きたいよな。そうですね、ニコスのカオスウィザード出して、おお、また繋がりました、ね。もうこれ一応悪撃まで打ってるじゃん、でも。悪撃が当たれば進化して。いや、カオスミアの進化でスペープされる。あ、そうか。けど、まあ、どうなんですかね、悪撃。でも、まあ、全然良さそうですよね、正直。次あれですね、クオン打てますもんね。そうですね、今打っとけば。うん、ここ確かに打たなくてもいける。打たなくても一緒か、結局リオドと打たなくてもいいですね。ああ、まあリオドは取る確定で、夜分に悪撃が打つかどうかの択。悩ましい。うん、まだねロイヤルの全貌が分かってないから、ちょっと怖いですよね。何が唯一の除去札取っときましょう。お、いいと思います。手札強っ。これね、芝とか来たらね、結構美味しいし。うんうん、確かに。これは強いぞ。式神ウィッチのいいとこ見せられる。もう僕とレスないですからね。そう、そっか。奪われないぞ、スペル。いや、でもなんか、今回のこのウィッチって、こうラストワードでスペブされるじゃないですか。なんかちょっとラグがあるから、なんか。そうね。難しそう、ミスりそう。お、すげえ。おお、取っといてよかった。取っといてよかった。確かに。うまい。この温存は。これで。あ、しかもこれあれじゃないですか。カオスフィザード進化すれば、いや、カオスフィザード出して進化すれば。確かにそっちの方がいいわ。カオスフィザード出して進化すればスペースされて左2枚いけますね。あ、すごい。おお。でも盤面うまん大丈夫か。大丈夫です。夜分下からだから。あ、そこ当たってからいきまい。え、やばいこの動き。今日一マジで。これちなみに。おお、ロッククオン。やべえ、ロックフレデスクオン。やばすぎる。これはやばい。だってこれおかしいでしょ。これはマジでやばい。こんなデッキ俺今日回しててやってないからね。え？いや、これ。これは勝ったでしょ。これは勝ったでしょ。いや、こんなんどんな出来でも返せないでしょ、こんな。いやばどうしようもないもん、これ。やば。これあれです、昔のテミスじゃなきゃ返せないでしょ、これもう。うわ、これやば。しかもこれスタッツとえぐいことになってるよ、これ。しかもこいつが倒すとまたスペブされるんですよね。次またクオンです。やばい。これですよ。なにこれ、すげえな。おお、ユニオンバーストが7ターン目で発動か。へえ。でもね、フレデスがたどり着かないですからね。いや、無理です。頑張って食おう。さあ、3ブーストしてやばっ。あ、でも回復するんだ。強いですね、ベイン効果だから。ただこうなるとまた難しいですね。クーンで4面だから2体当たって、フレデスは顔に行きたい。防気2体ででも取れますね。うん、どれがいいのかな。マジミサ、もうデストロイヤー置けないのかも、これ。いや、いけ。マジミサ盤面に当てて、それだ。あ、そっか、で防気、あ、そっかそっか。もう一回マジミサ。でも当たらないとデストロイヤーいけないですよね。これはもう顔に打つのか、マジミサ。そうですね、顔の方がいいかもしれない。すげえな、これ。顔に行って、で、見て当たってこいつら当たって、こいつ当たって、クオン。おお、えっ、クオンなんだこれ。超楽しそう、このデッキ。やばすごい。こいつでいって、上振れ果てしない。なんだこれ、なんだこれ、もう。いや、これはやばい。やばい、これ。毎回こんなわけないです。やべえな、このデッキの上振れ半端ねえな、マジで。カオスウィザード活躍したな。カオスウィザードめっちゃ強いですね。めっちゃ良かったですね。ドロープラスウェブできるからでかかったな。にしてもですよ、だって6ターン目7ターン目連続で。いや、これはやばいでしょ。しかも岩田さんだっけ、まだクモンね、2枚もう1枚これ奇跡的にね、ちゃんと引き込んできたからね。いや1回出せるともうスペ分めっちゃつながるっすね。ですね、本当にすごいわ。いやこいつと、はい、カーセンチャンターともう下がりきったカオスウィザードなんかを組み合わせて手札リソース補充しながらみたいな感じなんかね。おお、すげえ、でも、すげえ、すげえ、急だな。すごいな。お、お、11まで。やばい。でも、こっちのスタッツが。とんでもなさすぎる。10じゃ収まらない。これは強すぎだ。すげえ。なんだこれ。いや、見せちゃったな。見せましたね。恐ろしいものを見せてしまったようだ。さあ、ということで、お相手エルフですね。お。さあ、森人エルフを。森。お、来た。来たな。これ、鬼嫁のどうしよう。これはさすがに。ちょっとそうですね、事故がこう、ドローソース的なやつ欲しいですよね。そうですね、ニコスルもドローソース欲しいです。うん、確かに。じゃあ、これで。はい。ダブルクオン。また。まあ、繋がれば、超強いですね。クオンを愛しすぎた結果。おお、めっちゃいい、めっちゃいい。クオンあんなにきます？2枚だけですからね、入ってるの。すごい。さあ、マジミサじゃあ。悩ましいけど。地産を出しておくか、マジ地産出しとくか。地産出すの強いですね、これ。マジミサと合わせて。ああ。これもかなり理想的な展開がいいですね。できそう。全部引いてませんこれ。超理想でしょ。さあこれも上から取れますね。取れます。うわ、重なったのもう一、もう一。おお、強化。さっき4も良さそう。さっき4も一旦カオスウィザードで次のターンかな。強化に進化聞いたやつだねこれ。強化に進化時あったっけ。ステルプあります。お、一旦知恵ででもできんなかった。知恵から1回、でもカオスウィザードを2コスト塗ってから2コスト目でもなんかいろいろできますね。3コストカオスウィザード知恵とかでもいいかもしんないみたいな。あー確かに。それでいきますか。とりあえず知恵からなのかな。いや3コストカースイザードを打つなら、あれスペルブスの方からスペルブースからはどっちからは知恵はトップの受けがあるっていう、どっちも2点はあるんですけど、ここら辺もうウィッチ難しいですよね。じゃあうのむさんプランでいきましょう。今ならこっちが安定かなって思います。さあこれでいい感じにクラシカル操作とウィンドガストがスペルブしました。うん、逆だとねスペルブどっちも乗らないですから、この細かいところがやっぱフェイン出ますよね。さあ森人エルフですね。これは進化買おう。詰めてくれ。ただこれさっきスペブしたおかげで2点ですね。ただこいつが強化でもスペブできるし、そうですね。全処理いけます。全処理っすね。全処理っすね。強。はいはいはい。強化強いな。強化マジ強い。強い。強い。こいつが4点なんで、はい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 。して、あ、カウンセルダー出してからのが良かったかもしれないですね。確かに。まあまあまあ。温存もあるかもしれないですね。カウンセルダーだと。あ、逆に。進化スペルだから。これどうなんですかね。あ、次のターンで進化こいつに切るってことですよね。ああ、それも確かに。もう確かに。まあ。まあ、じゃあ温存しておきましょうか。そっちの12張り出したりでもあんまないか。てか次のターンクオンまた6クオンいけるんですね。川杉さんの進化切れば。ああそうじゃん。あそうだそうだ。やばい、それは見えてなかった。やばい、そうだ6クオンじゃんこれ。やばいやばい。そんな早く出んのやだって強すぎるでしょ。クッソ強い、クッソ強いじゃん。これカオスウィザード、ああいうチームカオスウィザードが強いな。このシリーズのいけますね。シリーズ強すぎる。さすがこれ海の導きより強いかもしれない。じゃあいっちゃいましょうか。はいはいはい。カオスウィザードで下から当たって下から当たんなくてもいいのか。2-2で上取って1-3をぶつけると。これはやばい。やばいでしょ。すごいなこれ。しかも次に繋がりますからね。次もまためっちゃ楽しそう本当にこのデッキ。初手クオンえぐいな。えぐすぎる。全然6とか出ちゃうんだこれ。うまくいけば。すごい。しかも別におばいさんも別にそんな弱い動きしてないですからね。さあここから一気に森人を出していく。おばいさんもねしっかり1コストにする。失点で超理想ムーブはしてますね。そうムーブ対理想ムーブどっちが勝つか。おおただ体力5なんだよなこっち。ね4点ですからね。おお5-1の方コンビネーション。ああなるほどね。うまい感じ。すごい。でもめちゃめちゃきつそう。これスペグ3でしたっけ？こいつは3っす。ボーンって下がるんですかこれ。はい。下がりすぎる。下がりすぎでしょ。もう何タック多すぎて。もうタック多すぎなんで。もうほとんど全部プレーできる。むずすぎるこれ。もう岩田のやりたいようにやるとこれもう何でもできるこれ。とりあえず。2-2ね1-3スタッツが下から当たれないからそうですね。クオンフリーでさえ置けば勝てそうだけどな、うん、そこを目指せばこの5-1をとりあえずもう3-3で当たっあ1-3クオン出しちゃって1-3で当たってプレデス出すだけでもなんか良さそうな気もする。こういう時に突進のやつがあればね鬼呼びがあったら綺麗に盤面は取れた感じにはなりますよね。もうこれ顔かないいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。あどうなんだろう。顔フレデスで勝ちでしょ。なんかでもすげえ PP 損した気分にはなりますけどね。全く損してないです。錯覚してるだけ。こういうとこでねなんかねもうじゃあパンエン死ぬほど踏み倒したって元20コスト分以上やった。15コストと10コストですよ。25コスト使ってるんですから何がもったいないですか。いや7手で25コスト使ってる。いやてかすごいな。だからやっぱダメージスペルとかをもうちょっと増やしてもいいのかもしれないですよね。うんそうすると確かにこれ盤面が埋まってる時も動きますもんね。そうそうそう確かに確かに贅沢な悩みですよね。しかも並んでるフォロワーがでかいっていうみんな。さあこれで集合をここはまだか次のターンにも普通に E サインだね。いやーべえこのデッキ見せちゃったな。これ採用できるわけないよ。やばすぎる。ドロシーを彷彿させるねこれ。やば。はいということで式神ウィッチやばすぎるでしたね。とんでもないっすわ。いやーこれもうティアワン見つけちゃったかもしれないですね。いやーなんかもう本当に上振れたら強そうだなとは思ってましたけどここまでとは思いませんでしたね。いや僕も信じられません、はい、やばいなー。まあただなんかこいつとか腐ってましたよね。まあ正直そんなもん中古とかなんかもっとパワーに寄せた方がいいのかもしれないですね。受けよりも確かにこいつ地味だったな結構、うん、なんか使う機会なかったですね。まああとはもちろんクオン2枚左右なんでもう本リリースされたらもう1枚足して多分強化も2枚なんで今まあ代わりにエレノア入れてるだけなんですけど、あとはやっぱりその魔剣士とか強振者とかのシナジーですよね。どういった構築になるかみたいな。やっぱフレデス強かった。フレデスやばいね。強かったね。押せる時に押してもう圧かけるみたいな感じですかね。今日何でしたっけ魔剣士と強振者は走れるからちょっとスタッツが低いんですよね。クオンって結構ボード埋まっちゃって狭いから。一面ででかいのが立つね、フレデスやっぱ相性いいなって改めて思いました。そうですね、こいつとかもやっぱこいつとかもスタッツ本体低いんで、ね、無視されがちになっちゃって逆に狭くなっちゃうっていうのがやっててあったんで、まあそんな感じですかね。はい。まあまだ未完成なので本番本実装されたらまた、まあ、完璧なクオンができるという感じで、楽しみ楽しみ、はい、皆さんぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。さよなら。